平野紫耀と、せき A2 共演 NG の謎と、過去そして、新たな結びつき。こんにちは、読者の皆さん。世間を魅了し続ける平野紫耀さん。その彼の周りには、驚くべき関係が、浮上しています。しかも、その相手は、元キングプリンスへのメンバー、せき A2 さん。今回は、彼らの過去から、現在までをひもき、ジャニーズ事務所の関与 そして、ファンの心に残るエピソードをお届けします。平野仕様の新たなはじめ府 2B への合流。7月7日、滝沢秀明さん設立の新会社 2B に、元キングプリンスへの平野仕様さんと神宮寺優太さんが合流することを、YouTube 生配信で報告しました。この発表は、ファンにとっては朗報でした。 平野さんは以前とは異なるファンサービスの嵐を展開し、心躍る瞬間を提供してくれています。平野ノ仕様のインスタグラム活動。平野紫仕様さんは個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンとのコミュニケーションを楽しんでいます。 夕方頃にファンからの質問に答えるための質問箱を開くことを予告し、彼の天然キャラクターが発揮される楽しい瞬間が広がりました。その投稿は瞬く間に拡散され、ツイッターのトレンド入りも果たすなど、ファンの間で大きな反響を呼びました。ファンサービスの幅広さ。平野志耀さんは、ファンからの質問に対して独自のリアクションで答えることで、 彼のファンサービスの幅広さを証明しています。俳優についての好みから、ちょっとしたエピソードまで、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。さらには、ユーモア溢れる答えや天然キャラが、ファンの心を和ませています。思わぬ炎上との向き合い方。しかし、平野志陽さんの SNS 投稿が思わぬ炎上を招いたこともありました。 プライベートな場所や店舗を特定される事態が発生し、ファンの間で賛否の声が巻き起こりました。彼の特定犯による行動は、一部のファンや関係者にとっては迷惑となってしまいました。平野紫洋と赤素 A2 の過去と共演 NG 説。さらに、平野紫洋さんと赤素 A2 さんには、共演 NG の噂が存在します。 彼らはかつて同じグループに所属しており、写真やキャプチャ画像からその事実が伺えます。しかし、その過去は二人とも黒歴史となり、公式プロフィールには記載されていません。新たな結びつきと未来への期待。平野耀さんと関西栄二さんの共演 NG 説はファンの興味を引く要素の一つです。その関係性や過去を知ることで、 彼らの新たな一歩や未来への期待が広がることでしょう。どのような形で彼らの結びつきが進展していくのか、今後の展開に期待が高まります。平野志耀さんの新たな活動や SNS 投稿、そして過去のつながりについて、ここで詳しくご紹介しました。彼のファンサービスや魅力的なエピソード、そして関祖エニさんとの関係性など、 多岐にわたる要素が彼の魅力を形成しています。今後の展開に注目が集まる中、ファンの皆さんも楽しみにしていることでしょう。読者の皆さん、今回の記事がお楽しみいただけたことを願っています。平野耀さんと関沢栄二さんの未来に幸多いことを願い、さらなる情報をお伝えできることを楽しみにしています。